観音寺城は鎌倉時代、室町時代に近江の国の守護を務めた佐々木六角一族の居城でした。標高432メートルの衣笠山の上に作られた大規模な城です。中心部分である本丸や平井丸と呼ばれる地点には石垣などの遺構があります。中世の山城としては傑出した規模を持っており、安土城より早く石垣を多く使用した城郭として有名ですが、石垣を多用した姿に整備されたのは1530年代から50年代のことと考えられています。観音寺城という名称は城跡の中心付近にある観音小寺に由来します。南北朝時代に初めて観音寺の城郭と太平記に記されています。山頂から南斜面にかけての山腹全体にたくさんの平坦面を見ることができますが、これらの多くは観音小寺の遺構ではないかと考えられ、城郭の遺構と区別することが今後の課題です。城の中枢部分は観音小寺境内の西側にある殿本丸、殿平井丸、殿池田丸のあたりと考えられ、これらの曲輪は面積が大きく大石を使った壮大な石類が曲輪を囲んでいます。1544年に城を訪れた弁賀士谷宗木は2階の座敷に案内され、茶室には茶器の名品が用意されていたと書いています。観音寺城が要塞であるとともに佐々木六角氏の風雅な生活の場所であったことがうかがえます。1970年の発掘調査でも茶器や中国産の陶磁器などが豊富に出土しています。1568年に織田信長が観音寺城を攻撃すると、城主であった六角城帝義治親子は逃亡し、あっけなく城を明け渡しました。1579年に織田信長が安土城を完成させ、観音寺城は城としての役割を終えたと言われています。